こたえがです。みなさんこんにちは。イエイ、もう4月来ましたね。花見もしてたの？花見したい。私も花見したい。でもいつも寒いからできない。では4月といえば、あ、当たった人がいるかもしれない。アニメということ。新しいシリーズ新しいアニメがいっぱい出ますので、ぜひ見てほしいですね。で、簡単のリストをちょっと注目したいのアニメがもう作ってたんですけど、もう私は5個ぐらいもう見てますよ。ははー。で、それのことに、対してちょっと話したい、皆さんと話したいと思いますね。このチャンネルにたくさんアニメが好きな方が多いと思うから、いっぱい喋ろうね。今注目してるのはフルーツバスケット。フルーツバスケット、もう聞いたことあるよね。昔のアニメですよ。実は私は13歳の時はコスプレしました。主人公のコスプレして、まあ昔のアニメはすごく好きだったので、なんかリメイクがされるってびっくりしたんですね。衝撃でもう終わるんじゃないかなって思って、で今回のこのフルーツバスケットは漫画のようになってますよね。やっぱり昔のアニメがなんかだいたいいつもエンディングがちょっと違うんじゃないですか、漫画からのアニメで。今回はこのフルーツバスケットのシーズン1が漫画のようになりますので、結構お楽しみ。漫画と一緒で見たいなと思います。なんでフルーツバスケットが好きだったのが、やっぱり星座のことがすごく好きですね。私、あの中国の星座もそうだし、普通の星座でもそう。あとグラフィックデザインがやっぱり漫画の方が似てるんですね。昔よりがやっぱりちょっと目が大きすぎるとか、ちょっとあんまり綺麗なスタイルじゃなかったなって思ってたんだけど、今回がまあ、結構やっぱりもう大ハイクオリティですね。色もすごくカラフルだし、もっとキャラクターの表現がもっと分かりやすいなと思ってます。もう一つ注目したのアニメが鬼滅の刃。鬼滅の刃はね、実はすごく有名ならしい漫画でございます。私だけはちょっと知らなかったなんですけど、インターネットで探したら結構漫画もすごく面白そうな話だから、もう漫画も買おうかなって思ってます。で、このポイントはね、きっとストーリーとグラフィック両方すごく高いポイントだと思います。で、きっと外国人がすごく好きそう作品ですよね。なぜというと、まあ、昔の日本の話だし、あとはそのアタックするあの主人公とかエネミーとかアタックするの時が昔の日本のポックのグラフィックが出てくる。なんていうか、昔の波とか昔のなんだっけ、結構ちょっとナルトっぽいなって思ってたんだけど、なんかいろいろがなんか未来なのに結構昔のような感じするんですよね。ちょっとミックスしてるんですよね。それがすごくレベル高いなって思ってます。で、ストーリー的には一番最初はちょっと悲しい、ちょっといろんなことが結構ショックが受けるなって思ってるんだけど、そのちょっとグローっぽいのところがあってもすごく見やすいなって思ってます。あと、なんでここに先生がというのアニメが結構面白いですね。私はそのジャンルが実はそんなに見てないんだけど、結構これが違うの、ハルムとかちょっとエロのところがあっても結構ふざけてるのところもありますね。で、なんで知ってるのは、アニメジャパンの時に知り合い、まあ友達のコスプレイヤーが公式でやってて、でその写真を見たからアニメも、あ、ちょっと見ようかなってことになってたんですね。で、そのコスプレはね、実は保健室の先生。やっぱりエロいなー。で、私も実はそのコスプレやりたいなって思ってたんですよね。もう髪が結構もう同じ色ぐらいになるんだし、ここはもう
ナチュラル、ナチュラル出てきますので結構いい感じです。で、あのいつも通りなんか4人の先生が1人の少年だけにちょっとね、やっぱりそういうちょっとエッチな話、ちょっと下ネタが出てくるんだけど、ワンエピソードはね結構エッチだなって思ってたんですよね、正直で。で、面白いチェンスレッドなんだっけマークがついてて、それがなんかやっぱりちょっと頭の中で見えてしまっちゃうのような感じしますよね。だから10分のアニメでもすごく面白いだなって思います。ぜひ見てほしいですね。あとはフェイリーガン、このアニメはね結構外国に好きそうだな、すぐ分かってた。なぜっていうと、そのグラフィックデザインが結構大人っぽくで描いてるし、でなんか外国の話してるのようですね。なんかフェイリーなのに、実はこのフェイリーがちょっと鬼っぽくに見えるんですよね。まあ正直で、ジョージョとかペルソナにちょっと似てた感じしてたんですよね。で、ワンエピソード見たんですけど、正直でよくわからなかった、いろいろ。なんか、えってな感じ。二人の昔々の友達の女の子たちが、なんか自分の街が、消えてしまって、どこかで逃げてしまった。でも、その時は二人とも別々の、道を進んで、で一人がハーフェマイフェに入ってた、でもう一人がフェイリー、このフェイリーちょっとやばいやばい存在になってしまって、でそう本当はこれだけですよ、ワンエピソードが。で正直はもうどんな感じになってるのか、でも逆にちょっと楽しみ、ちょっとワクワクしてたんですね。でサウンドトラックが結構お気に入りでしたんですね。結構いい感じだなって思います。多分これからどうになるのか、本当難しい話になってそうだから、どこまでになるのかを知りたいなと思います。今はねこれだけ見てなかったなんですけど、注目してるの他のアニメもありますので、一つはね、外国はすっごく Facebook とか回ってたの作品、 Carol and Tuesday、 なんか英語かっこいい感じしてたな今、 Carol and Tuesday。 このアニメはなんでわかんないけど、すごくバイオレット・エヴァーガーデンに似てような感じしますね。やっぱりそのトレーラーだけでグラフィックがすっごく大ハイクオリティだったから、もうわかるんですよね。なんか普通の例えば顔を描いてるんだけど、波とかちっちゃいのところまで全部描いてそうなものなので面白いだなって思います。で正直で、初めて外国人の外国人の話んだけど、一人がちょっと肌が黒い。で、そのギャップはね、実は私はちょっとびっくりした。あんまり見えないんですよね、日本が。だからどうになるのか、ちょっと本当いいなって思えます。で、あんまりやっぱりちょっと、どう言えばいい、ストーリーで話しすると、やっぱりなんか、どうになるものかちょっとだけ分かってきたするなので、あんまりこういう作品に関しては実は正直であんまり喋りたくない。本当ワンエピソードでも帰ったらすぐ見てどうになるのかって、やっぱりインスタグラムとか自分の SNS の意見を出したいと思います。それとあとはやっぱり刺激の巨人、まあもうみんなもう大ビッグタイトルだから誰でも知ってると思うけど、やっぱり辛いね、毎週とか結構その待つ時間はもう辛すぎてしんどいなって思ってきたんですよ。刺激の巨人がね、一番最初にこんな面白いと思わなかったんですよ。でもやっぱりなんかそのグロい話が好きじゃなくてもすごく好きになってしまいました。でそのストーリーがやっぱりもっともっともっとどんどんに深くなってて、なんか絶対いらないぐらいキャラクターが実はすごく大事なキャラクターとか、そうだったって、ってな感じ。だからきっともう出て瞬間にもうすぐガーってテレビの前にちょっと見たいなと思います。でその後もう一つのビッグタイトルはワンパンチマンのシーズン2、
それがね、ワンパンというんですよね、日本人が。かわいい、ワンパン。あ、最初はね、アンパンと一緒かなって思ってたんだけど、ワンパンチマンね、やっぱり外国でもすごくウケかなって思いますので、それでもやっぱりビッグタイトルとして、みんな鈴木を、待ってます。で、もう一つはね、もう一ついうかもう二つ、実はもう進んでるんだけど、私だけがまだ見てない。実はね、ジョージョがまだ見てないんですよ。全部ちゃんと、ちゃんとっていうか、このヴィントアウレオ、イタリアの話なのに、イタリア人なのに見てない。なぜっていうと、2つのエピソードを見たんだけど、面白すぎて、やっぱりすぐ続けたいなって思って、でもそれができなかったから、あ、とりあえずちょっとだけ我慢して、ちょっとまとめてから全部見ようかなって思ってます。それと、あとはドロロロ、ドロロというの話ですよね。これも結構日本っぽくて、外国にもすごく受けやすいアニメだなと思います。で、それも今は実は14のエピソードぐらい出てるんだけど、やっぱりまだまだ始まってないんだけど、まだ始まってないの方が、やっぱり友達からもすごく面白いから見てっていうか、話、相談がたくさん来ました。で、他のアニメはね、実はやっぱりいるんですけど、どう言えばいいんですね、私は全部1個、ワンエピソードワンエピソードぐらいを見て、でそこから好きになってから、やっぱりちょっと、あ、鈴木も見ようかなと思います。さすがに4月はね、やっぱりビッグタイトルも出るし、新しいアニメは結構出てます。で、昔よりと全然違う。ちょっと待って、10年のことをちょっと考えてみよう。10年前が半分以上そんなにアニメがなかった気がするんですよね。今が本当いっぱいすぎて、どれが始まったらいいとか、これもある、でもこれも面白そう、うわーもう時間がないときに、私はお風呂に入ってた瞬間に、データが、パソコンで入れて、お風呂の中でアニメを見てますよ、実は。ちょっとふざけてるんだけど、やっぱりもう、ありすぎて、いっぱい見てしまいますよね。では、逆に皆さんが、おすすめアニメがあったら、ぜひ、教えてほしい。で、なんでこのおすすめとかあるんですかって、やっぱりこのアニメがいいところを、教えてほしいですね。で、あとは今見てるのアニメが何か話したいところとか、どうと思いますか、きっと私よりは詳しいと思うので、ぜひコメントして、いいねボタンも押して、シェアしてください。よろしく。